っていうかね、最近見に行った映画の話でもしましょうかっていう感じですけど。そうですね、しないとね。最近ね、月に1本は必ず映画を、館で映画を見てんのよ。めちゃめちゃ偉いというか。しかもあの映画館を毎回変えて、はい、ほう、映画館もちょっとこう楽しんでこうぜっていう。あ、素晴らしいですね。いいですね。で、最近見たのがね、この鬼太郎誕生ゲゲゲの謎。超見てー、これこれ。あなたあれですか、墓場の鬼太郎とかご覧になられたことありますか？はい、漫画がありましたよ、うん、実家に。あれの世界線の、まあ言ったらゴジラマイナス1の鬼太郎版やね。うん、いや、すげえ興味あるな、うん。これまあまあ、ええか、別にネタバレありで、はい、いきますと、まあまあ、その目玉の親父の話だけど、うん、ほら墓場鬼太郎でさ、最後幽霊族最後のラスニなんですって言って、うんうん、でこう主人公ってかサラリーマンな、あれも水木さんやったかな、水木さん、うん、がこのその幽霊族の赤ちゃんの鬼太郎を、うん、あれ何やったっけ、石で撲殺して帰るんやったっけ。ほんで次の日家にまとわりついてるみたいな。何でしょう、埋めるんじゃなかった、埋めるかなんか、そう、なんかなんかでね、うん、うん、で昨日あなた私捨てたでしょみたいな言って、なんかボソ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 言うのが墓場の鬼太郎やんか、うん、めっちゃ怖いやつですね、うん、それのあれで結構ね、うん、話としてはね、黒い系、うん、黒いっていうのもその例えばこう血が出るとかそういうのもまああるっちゃあんねんけど、うん、めちゃくちゃ親近相関があったりとか、そのそういうこの、うん、そういうグロさというか、うんうん、まあ結構楽しく見えて、前半戦がなちょっとしんどかったけど、俺的には、はいはい、うん、後半からグッと入ってきた感じ、あとプラスこうサントラというか、はい、劇中曲劇版、うん、がめちゃくちゃいい、はいはいはい、あもうちょっと映画館で聞いた方がいいんちゃうかいうぐらいいい感じだね。鬼太郎の劇版ってなんかその観点なかったです、うん、確かに、まあ、ほぼほとんどの映画って流れてるから、なんかまあそうですよね、うん、うん、そりゃまああとでもあれやけどね、その墓場鬼太郎知ってるとかも含めて、うん、このなんていうか大人向けやな。うん、うん、うん。ここ見に行った時、ちっちゃい子の声も聞こえたけど、はい。親がまあ鬼太郎やから思ってきたよな。うん。すぐその声なくなってたもん。かわいそうだね、なんか。そうやね。うん、表担当違ったんでしょうね。うん、ちゃんとリサーチせんと来るからそういうことなんだよね。うん。これでも鬼太郎全然前情報なかったです。言ったら話題に全然なってなかったと言っても良いのかもしれない。うん、ああ、そうね。うん。で、そういう、まあ、子供向けにとか作ってないんでしょうね。うん。そもそもは。うん。まあ、あとはあれやと思う。その、はい、前情報っていうかあれやけど、その情報の取り方、うん、うんうん。が、そのクンクンの取り方の取ってるラインには、ゲゲゲの謎がおらんかったってことなのな。はいはい、そうだと思う。ほら昔みたいにさ、もうテレビでやってたら大体の人知ってるって感じでもないやん。うんうん、うん、はい、これね割とね良かったっすよ。ちょっとこれね、うん、見たいなって。劇場はチェックしてるんですよ、やってるところは。うん、もうサブスクなったら、ま、もう一回見るやろなって感じはする。うーん、あ、じゃあなかなかですね、うん、それはながらで次は見れるから、うんうん、うん、いいな。 そしてもう一個見に行ったのが、うん、これも見に行きたてです。 こちらですね、北野武史最新作映画クビというわけでね。いや、行くでしょう、ね、武ちゃん。あれやね、やっぱりこうなんていうかね、ネタバレとかじゃないやん、本能寺の変やから。はい、っていうのを俺はうまく活かしてる気がすんのよね。あ、なるほどね、はいはいはい。要はこうストーリーにさ、まあこういろんな説あるやん、本能寺の変、はい、家康黒幕説とか、はいはいはい、秀吉説とか、
はい、まあ、いろんなあれがあるけど、うん、どっちにしろオチは基本的には決まってるやん。はいはいはい。なんかそのストーリーのところのイライラがまずないから、うんうんうん、だからこの中で遊んでる部分とか結構たけしさんあのインタビューでも言ったけどアドリブのシーンは多いね。珍しい、うん、あのしかもたけしさんが映ってるところなんか、はい、言うてたんはカットって自分で言うの忘れて、はいはいはい、そしたら周りの役者がまだ続けてるから、はい、なんか言わなあかんと思ってそっからギャグパートみたいなのあんねん。浅野忠信なんかカメラ背にしてずっと下向いてるからもう絶対笑ってんねんけど、っていうのが分かるぐらいそのギャグパートがあったりとか珍しい、うんうん、あとはこのソロリ新左衛門、木村雄一さん、うん、とあの人、あの人中村獅童、はいはい、この2人がキム兄と中村獅童さんを直接たけしさんに映画出してくださいって来てんて、うんうんうん、ほな電解なつって首に入ったらしいんだけど、はい、むしろこの2人が裏主役ぐらい出てる。すごい、うん、キム兄がまあストーリーテイラーみたいな感じで、はい、中村獅童はマジで裏で走ってる物語って感じ。あとアマレス兄弟と芸人さんもずっと出たりするんで、うんうんうん、グロいシーンとかバイオレンスなシーンはもうお得意の感じ。ただ結構笑いの要素が入ってるからこれさ、うん、人によってたけし映画のイメージが違うやん。うんうんうん、はい、なんかシリアスバイオレンスが好きな人、はい、まあ言ったらアウトレイジ型と言ったらいいかな、はい、の人もおれば、うん、俺割と初期のさちょっとギャグが結構入ってるとことかも、まあ、菊次郎のナスとかも入ってるやんか、うんうん、で両方好きやったり、あんでほんまの狂気っていうか気持ち悪い世界のドールズみたいな、はいはい、みたいなところが俺は全部が混ざってる感じがするんだ。あー、へえ。だからなんかたけし映画がなんかなんていうの、うん、分かりやすくしたたけしさんのこうバイオレンスさをちょっと薄めたみたいな評価をする人は多分バイオレンスたけしが好きなだけやと思う。うんうんうん、なんか分かります。あの監督万歳とかたけしーズとか見てないと思うね。うんうんうん、あんま見てないというか興味ないというかなんかハマんないっていう判断してそうですね、うんうん、早々に。俺はもう全部好きやから。はいはい。でこれやっぱ面白いのがさ、うん、まあ、これまあ言ったらアウトレイジ型のあの本能寺の変やから全員嫌なやつやんな。はいはいはい。 でもこう主従関係というか盾の関係やん。うん、やけどこう裏切りがガンガンあると、うん、で部下も何やったら殺してまうみたいな、うん、まあ、戦国時代やしみたいなね、うん、すごいことやね。多分やけど、はい、たけし軍団関係の人一人も出てへんだよね。ああ、だから実践してんのよね、たけしさん先に。はあはあはあ、なんかわかる言いたいこと。え、裏切るとかじゃなくて、その先だってもう ある意味関係を切ってるやんか、独立して。うん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 、うん、それがもうそのままこの本能寺の変の中の世界観にも近い。ああ、でも別の芸人さんはおったですよね。劇団ひとりさんが出てきたりとか。うんうん、だからその辺もそういううがった見方したらちょっと面白いなと思って。うん、ああ、でもそうっすね。うん、まああれ、そのおはたけし軍団も好きやから、別にたけしさんが軍団を切ったとは言わんけど、うん、切ったように見えるこのあれと。世の中の雰囲気、世の中というか俺の中の雰囲気とこの首の世界観が一致してるっていう感じ。うん、確かになんかわかりますよ、うん、お前らにもちょっと独り立ちさせたみたいなとこちょっとある気はしてますもん、たけしさんが、うん、軍団さんの皆さん。なるほどね。で、あのエンドロールがおもろかった。え、これ角川やね今回。はいはい。ね、あれ、うん、あれやな、多分映画会社によって、うん、フォーマットが違うよね、
エンドロールって。そうですね、あのプロデューサーというか、まあそこ作るの別なんでね、監督じゃないんで、うん、あると思います。なんか最初監督葬式みたいな感じで、うん、角川、あの社長春樹の弟嗣春樹、ああはいはいはい、そっちが角川やからね、うんうん、あそうか、うん、お兄ちゃん捕まって独立してまた別の角川やってるから、ああはいはいはい、でまあやってんけど、その名前を出せ言われて、なんかたけさんが嫌がっててんて、うんうんうん、だって現場にも来てないしみたいな、なんか若干揉めたんだよな、うん、これも。でそうやって揉めてる間にギャラ交渉、うん、揉めてるというか交渉中に、うん、あのオリンピック事件で捕まったらしくて、うんうんうん、角川がはいはいはい、で新しい監督になったらもう一瞬で全部サインしたっつって、うんうん、あのさムカつくみたいなことをあのアベマの石橋貴明さんの番組で武さんが言ってんけど、うんうん、まあそんなんもあってエンドロールこうじーっと見ててんけど、はい、FX っていうところが出てくるんだけど、 SFX とか FX、 まあ多分、うん、CG の人だよね、うん、VFX じゃなくて、うん、あいや、うん、VFX も込みで、そのはいはい、で、うん、あれこれって全員の名前出してたっけ今までたけしさんのやつってみたいな印象、あはいはいはい、会社名ざっくりでプロデューサーぐらいの名前だけちゃうかったかな、どうやったかなみたいな感じで、あとは、うん、音楽のとこも、うん、まあ音楽の人の名前が出る程度、あと録音したスタジオとか、うん、それが全楽器の名前出てて、あ、はいはい、あれここまでやったっかいな、でも角川ってそうなんかな、うん、とか思いながら、だから俺は結構楽しく、あなるほど、細かいですね見るところが、たけし映画に対してまあこだわりがねたけしさんにあるのかどうかっていうの、うん、まあ基本は載せると思うし、たけしさんもね、うん、あの関わったスタッフ全員を、うん、まあ、そこまでまあいいよって言うとは思うし、変なしこいつを乗せるなみたいなのって、それは逆に制作側がそれはできませんっていうはずなんで、でもまあ逆に言ったら前まであの森社長、森プロデューサーとかが、うんうん、もう勝手なことあれやけど、うん、そのたけしさんの天才性を前に押し出すために人の名前を削ってたんかなみたいなことも思ったりする。ああなるほどね、はいはいはい、なんとなく一人でやった感出るやん、それの方が、うんうんうん、いっぱい出たら、まあ、あそうですね、うん、それはありえますね、だから10人でやったのを、うん、その会社として1個の名前にしちゃうことはそうあのできなくはないです確かに、うんうん、まあ、そういうのもあったんかな、それはそう あるかもしれないですね、うん、確かに、でその辺見てもこの、うん、まあ戦国時代のわけやんか、常に武さんのおる周りは、うん、うんうん、一回だってな、あのフライデーの変とかやってるわけやから、やってますね、うん、バイク事故の変とかね、はい、うん、で今はもう独立の変やから、確かに、うん、はい、うん、朝鮮出兵みたいなことしてしかもめっちゃボーイズラブやねんこの映画全部、あなるほどね、全員男色みたいな、もうあれで、それこそあのカセリオと新しいな、うん、あの人エンケンさんのディープキスのシーンなんかめちゃくちゃ出てくる、すごすげえな、いやその辺もその、うん、あ大島渚監督で武さんも出たゴハット とか、うんうんうん、まあ昔からそのだからどっちかというと男色、今回に限っては男色がどうこうというよりも、うん、例えばショーシャンクの空にとかで、うん、あの主人公の人があの意地悪なやつにこうなんて性的なことを強要され続けるやん、うん、あれとかも別に男色やからというよりも屈辱を与えるためにやってるみたいな、はいはいはい、ニュアンスで言ってたりするから、うんうん、ちょっとその雰囲気もあるんかなと、だからいろんな暴力が入ってる感じがする、なるほどね、うん、はいはいはい、あパワハラ、セクハラ、ほんであのいわゆる打撃っていうか痛さ、うんうん、不思議なんがパスンと首切られたりするやん、うん、人ってあれでは痛いと思わへんのよな、だからその経験がないからさ、
やけどグリグリグリってされたらめちゃくちゃ痛そうや、うんうんうん、でこういう嫌なことされたらすごい嫌な気持ちになるし、だからあの周り見たらあの偉いもんね、あの黒の革ジャンを着たおっさんとそれの奥さんみたいな夫婦が、うん、俺より年上ばっかりやね見てんの、ほんまに、はいはいはい、嫁はん、うん、連れてきてな、はいはい、で結構こうかっこいいいかついおっさんだばっかなんやけど、うん、絶対痛いシーンの時ああ言うてたと思うで、それをそれを殺してたと思う、うんうん、俺はわあ言うてたけど、うんうん、やっぱそういうことなんやろなと思って、はい、みんな終わってから飲みに行ったらあの時あるでしょ、嫁はんにバレへんようにしてたでしょ、絶対盛り上がると思う、いい映画じゃないですかもうそれだけで楽しいじゃないですか、わ生きてみてえな。で俺たまたま最近その日本の歴史をちょっと歴史弱いから、はい、猛烈勉強中やねん、まあ、頭に叩き込む感じで勉強してんねんか、うんうん、で本能寺の変はまあさすがにベタやからもともと知ってたけど、うん、例えばあの中国大返しやったかな、その秀吉が帰ってくるところとかね、うんうん、はいはいはい、はい、姫路城で3泊ぐらいしてんねんけど2泊3日ぐらい、はいはい、だから姫路に向かうみたいなシーンもあって、まあ、そんなんとかもこう頭に入ってるから、でそっから大山崎の決戦になるわけろ、うんうんうん、で落ち武者狩りに追ってどうたらこうたらみたいな、うん、だその辺の筋は全部拾ってあるし、まあ、それがある程度有名な話が頭になんとか俺は入っとったから、うんうん、苦手とは言えね、うん、だからその距離感も分かりやすいや、広島ぐらいから姫路まで、はいはい、走って帰るみたいな、はいはいはい、で途中ほんまのアホみたいにさ走って帰るシーンで、うん、超高速参勤交代じゃないけど、はいはい、あの途中立ち寄る村がもうマラソンの給水場を完全にパロディしてんねんな、それかもう終わってまうねんか、あーさすが、うん、なるほどね、そのそういうことなんてなるやんはいはい、まあそういう観点からしてもまあまあ、はい、ええ感じでございました、なるほど、いいですね、ぜひ、うん、見ましょう皆さん、いやいやこれは多分ロングランするはずやからね、うん、すばだな、なんか見ましたか、僕ね劇場がほぼ行けてない、ああまああの体調もあれとかね、あるんですけど配信とかは見てないですか見ましたよ、俺もね結構あのなんや死刑に至る病とかあの辺ちょっとこう、うん、落ちる系はちょっとまあ見てんけど、なんかアマプラっていうのもね、うん、なんか見れて実はなくてですね、うん、なぜか悠々白書見ました、ネットフリックスの、うん、それ流れなかった、それ流れなかったんですよ、はい、どっちだろう泣きたくなる場所は、エンド滝藤健一さん出てます、つけて、はい、ちょっぴり大人さ、懐かしいですね、めちゃめちゃ苦しい人たちが不意にミス、うん、これは真似してんのかな真似ちょっと寄せてんのかなじゃあそのずっとツッコミ待ちよ、うん、サビ入ったぐらいで止めてほしいわ、うん、そうですね、おいサビどこだっけなってなっちゃってまずありがとうございまで言いそうになったけど、あ、そうですね、俺もそのその曲なんだと思いました、広告というか、はい、ネットフリで誘、はい、白の実写版のやつやろ、実写版俺な見てないんやけど、うん、どうなんやろと思っちゃって、なんか話題になってて、うん、知り合いがなんかあこれもなんか一気見するわみたいな、なんか SNS 書いてて、あじゃあ見てみようかな、はいはい、ちょっと熱も若干下がってきたしみたいな、寝ながら見れるかなんて見たんですけど、誘白、うん、のどこをやってんの、それとも完全オリジナル、最初から死ぬとこから、うん、いやトグロが出て、トグロ兄弟言ってしまうと倒すとこまでなんですけど、はいはいはい、でもあのちょっと違うのはあの魔界行って戦うじゃないですか、ああのトーナメントね、トーナメントはざっくり、うん、
関係、うん、なしで、うん、あほや人間界のみってこと？人間界で死んで、うん、霊界探偵になりますっつって、うん、ヒエとクラマ出てきます、うん、仲間になります、うん、限界で修行します、はい、でトグルを倒しますっていう話です。5話全5話あ5話完結というか、まあ、シーズン1は終わりって感じ。もうトグルは死にました。どんな感じなの、その俺の勝手な先入観やけど、はい、はいはい、俺はちょっともう見てられへんもんやったら嫌やから見んとこうと思っちゃってるタイプ。はいはいはい、鋼の錬金術師の実写版みたいになったらもう見てられへんや。なんかね賛否やっぱ両論らしいんですよ、うん、あでもまあ賛もあるってことやな。あるって聞いたんです、うん、僕は、うん、めちゃくちゃ世代やもんな俺なんか。そうですね、うん、僕は、うん、お話は全く面白くなかったですね。それ知ってるからっていうのじゃなく、知ってるからじゃなく、うん、ペラペラだなって思っちゃいました、はいはい、内容が。いやそのもともと漫画の世界観でこういうことがあって戦っていって強くなってて倒す敵を倒すっていう分かりやすいジャンプのストーリーですけど、うん、それをせっかくドラマに、映画じゃなくてドラマの5話分もあるのに、うん、なんで5話なのかよく分かる、10話にすりゃいいんですけど、うん、なんか中途半端につまんだことによってバトルシーン、なんかボスを倒すっていうことに対する重みが全然ない、うん、あなんでトクロを倒さなあかんのかみたいな、うん、だしなんかあっけなくやられちゃうって感じ。あなるほど。いやトクロもめちゃめちゃ強い。だから CG とかも確かにすごいですし、うん、多分これまでの日本映画の中で、まあ、Netflix 日本ドラマの中で相当ちゃんと力入れて CG 作って、うん、絵はめちゃめちゃ綺麗だし、うん、すごいなと思ったんですけど、やっぱ評価できたのは、まあ、キャス役者が良かったぐらいかなって感じです。やっぱりあれなんかな、原作もんっていうか、うん、有名すぎる原作もんはやっぱ、うん、ハードルがな上がりすぎるもんな。いや上がりすぎますよ、だってだから漫画でやってんだもんっていうところをわざわざ、うん、漫画でやったもんをアニメで薄めてめくるわけでしょ、さらに薄るわけよ薄まっちゃうもんな。うん、だからなんかキャスティングは悪くないなって。桑原って全然違うんですけど、うん、桑原一番良かったですね。桑原香港さんじゃないの、香港さんじゃない、似てるけど若い時の香港、ね、若い時の香港さんだけど違うんすよ。あ違う、イケメンがやってるんですよ。ああ、はあ、でもキャラ、ヒエと桑原のキャラクター良かったですね。あとあの雪女のユキナ、あはいはい、とボタン、うん、めっちゃいいっす。単純に可愛いっす。なんかあれらしいね、あのあなたも知ってるさ、関西の役者さんの K さんおるやん。ああはいはいはい、 K さんと最近会うてん、はい、よう会いますね K さんと、うん、僕はあれから一度待ってないのほんで、はい、なんか聞いたらネトフリのドラマに出たぞ。はいはいはい、あの綾野剛主演のやつって言ったかな、俺ちょっと見てないね。うん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 、すごいって言ったね、ギャラっていうか待遇が。うん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 、あいいやつだ。うん、あの普段は関西であの再現ドラマとかそっち系出てるらしいけど、うん、もうホテルの上の方の部屋取ってもらって、あはいはい、撮影が深夜一時ばらしやったから、はい、部屋も抑えられて一人一部屋、いえいえ、でギャラも見たら、うん、えゼロ2個ちゃうとか言ったよ。まあ、そんな、いや普段のその関西のそれが安いだかも分からんけどね、はいはいはい、まあでも仮に1000円やったとしても、まあ、ありえへんけど、はいはいはい、まあ2個違うは大げさにしても、でもそのレベル、うん、でありえますよね、うん、ものによってはあのピンキリなんですけど、うん、本国のネットフリックスが入ってきてたりするとやっぱ全然桁違いですね、資本力、うん、やっぱり機材も段違いって言ったね。うんうんうん、
それはあります。やっぱり一番持ってますね。うん。資金力は。だからネットフリからこうガンガンなヒット作が出たらそういう風にこう予算がかかったドラマも、うん、予算さえかけて慣れてきたらやっぱ日本のドラマ映画も、ね、うん、全然強いと思う。そう、だからそのレベルがなんかちょっと慣れてくるっていうか当たり前になってくるってことってすごいいいことなんですよね、うん、やっぱこれなきゃ取れないってなった方がいいし、今はなんか使い道が分からんらしいんだよね、多くの、うん、だと思います。その抜かれまくって安い金でどうするかしかやったことないから、うん、まあ、そのうち慣れてくるやろな、こんな気持ち分かる。そうなんですよ、やっぱあればできることが選択肢が増えるんで、うん、でも仕切り方が分からんというか、そうそうそう、うん、その予算になっちゃったら、うん、うん、はすごい分かり、思います。そうか、誘惑、やっぱ本ではアニメの方見とこう。間違いないですねだとしたら、まあね、役者さん頑張ってましたけどね、うん、いいキャスティングしてたなと。まあまあそんな感じやね。ですね。まあでもなんかいろいろ面白い映画とか見たい映画いっぱいあるんで、俺ちょっとその新居の方にはこう、うん、一丁前に映画のポスターとか飾ろうかなと思って額縁に入れて。いいじゃないですか。一応あれですよね、分譲賃貸、賃貸やね。ですよね、うん、ペタペタ貼っていいんですか。もうだって 5、6年住んでるからな。というか、まあ、そうか、うん、俺も建築関係であれば直せるし、確かに確かに。いや、ね、あの、うん、何がええと思う。俺は今メメンとか、いいですね、シャッターアイランドとかみたいな感じやね、うん、あのレオンとかショーシャンクはちょっとなんていう、うん、ちょっとあれや、神奈川武ってことでしょ。うん、いや、その男凶暴につきじゃないですか。あ、それも考えてんね。たけしさんの映画って俺花火がええで、うん、花火かっこいい。花火とメメント飾ってあったらかっこよくない？テンション上がりそうやろ。上がる、上がりますね。生きないも飾ってください。生きないも今あの 1個ポスターあの残ってるというか、ああ、ただこれをな、あの知り合いのところに貼りに行こうっていうあれがあるから。あ、また送りますよ。あ、ほんま。はい、次また関西に、関西は決まってないですけど和歌山があるんで1月に。はいはい、和歌山どこで、和歌山市。和歌山市ですね。はいはいはい。で監督は行くんで、うん、もしあれだったら大阪経由するとは思う。和歌山だからどう経由せえへんやろ。飛行機で行くのが安いんですけどね、関空に行って。うん、あ、そっちの方が断然。そうか、やっぱそうですよね。だって東海道線で行ったら京都まで上がっちゃうから、名古屋で降りて、いや下から行ったらめっちゃ遠いから、でちゃんと新大阪まで行ってそこからまた電車で南下するみたいなのがまあベターな感じ。そうですよね、そう考えたら絶対飛行機やで。そうですね、うん、そっか、じゃあ経由しないのか。全然送りますし、私に行きます。というわけでエンディングでございます。はい、いやいや、まあだからちょっとね、来年はね、うん、と精力的に、まあ本当にくんくんは、まあ、前回の俺のシングル想像を知らんからさ、はいはい、会えないけど、まあ、過去の傾向からすると、うん、はいはい、シングルになった途端俺めっちゃ活動し始めるから聞いたことあります、噂では。退屈やからな。なるほどね、うん、あ、退屈になるもんなんですね。いや、そのなんていうの、結婚してるときは、うん、してるときって一応まだしてるけど、うん、はい、暇やねん、てか穏やかやね、日々。おお、はいはい、俺の目指すべき生活は穏やかモードに変わるわけよ。なるほどね、はいはい、食材を買って料理して、うん、お風呂沸かして入浴剤入れて、うんうん、はぁが毎日続けばええなっていうモードになるんやけど、めちゃくちゃ穏やかじゃないですか。シングルになった瞬間もなんていうの、なりふり構わずって感じなんだ。まあまあなんかぽいっすね、極端だけど。だからあれやで、ただ俺も40やから賢いから、うんうん、
この年末俺100連勤はしたよね、80連勤ぐらい毎日仕事してて、うんうん、ね、まあそれなりにその対価となるものをもらったから、はい、あのまずね、あの持ってる借金2社終わらせてきた。お、すごい叩き込んできたった。えらい。そうや、だからあの、うん、なりふり構わずをよりできるようにうん来年の目標みたいになってるけど、そうそう、しかも 金、はい、金もできるだけ、まあ、稼ぐというか、うん、資金的にもいろんなことができるようにちょっとしたいなと思って来年はすごい前向きな話だな。えらいもんでね、前向きになる、なるで。ああなるほどね、うん、はいはいはい。シングルが長すぎてなんかもう慣れてしまってる節があります。もうよくさ、シングルになるから いいじゃないですか、自由慣れてみたいな、うん、っていうやつって、うん、大体ずっとシングルのやつが多いんだな。ああでもシングル、朝シングル、朝シングルですよ。それうん、それはそんなこと言うやつはシングルの酸いも甘いも知ってなかったらそんな軽はずみな言葉出ないですよ自由になれてよかったっすねなんつってバカ野郎っつって。そうなんですよ。来年もね、なんかこう楽しいことがね、くんくんと、うん、まあ、今回映画行きないじゃないけども、はい、何かができればね。そうですね、精力的に来年も頑張っていきたいなと思ってます、うん、まあまあそんな感じで、はい、まあ、これ多分今年最後かな、まあ、年末やらやろ。年末だって忙しいでしょ、やっぱなんか、うん、夜が予定見えないですよね。そうやねんな、忘年会とかめちゃめちゃ、うん、入ってくるんで、ほぼ連日みたいになってくるんで、ちょっと大変かもしれないですね、うん、まあまあな、年始もまあ三が日明けて、まあちょっと落ち着いたぐらいからまた再開しようかな、うん、はい、はい、来年も続けていけたら。こうして言えば1月10日に私が、堀江にあり、大阪堀江にありますクラブビジョンというところでね、大喜利大会うんございます。 また何やか分かんなくなる、うん、そうやね、その大喜利大会もあの覆面バンドのギタリストとして出るから、もう意味がもうわけわかんない。でもさ、そうそう、最後にちょっと言うけど、その、うん、なんか音楽関係者大喜利大会みたいな感じや。ああなるほど、はいはい、それはもう無双しないと。で生配信もされてる、はいはいはい、だからそうそう、無双せなあかんし、見ようかな、うん、せめて違いは見せなあかんの、優勝できんかったとしても。そうですね、うん、はい、この人だけ本比較的な匂いするとは思われなかや、うん、うん、なんかこの人違うってなんなきゃダメですね、うん、なんかほんま毎日もう何千問も 何百何千の人の大喜利見て、いろんな発想の角度だけを鍛えてる感じ。うん、あとなんか面白ワードを拾っていく感じ、ね、うんうんうん一個だけちょっとこれまあ大喜利とは余っちゃうけど、ちょっと最近思いついた面白い、面白そうな、はい、漫才のネタとかになりそうなもんあるんやけど、はい、幼稚園とかそのちっちゃい幼児の子、はいはい、髪の毛短い、お、可愛いからさ、髪の毛短かったら男の子で、髪の毛長かったら女の子やと思うやん、うん、はい、男の子か女の子か分からへん、ちっちゃい子は髪の毛の長さで短かったら男、うん、長かったら女やね、うん、大体ね、はいはい、おっさんかおばはんか分からん人っておるやん。いますいますいます、はい、その時で大体髪の毛短かったらおばはんで、髪の毛長かったらおっさんのことおうないなんか逆転せえへん。それね、うん、土地によるイメージやけど、なんか、うん、おっさんかおばはんかわからん時は短い方がおばはんで、ちっちゃい時は長い方が女子やったはずやん、うん、いつ変わったん。もうなんかでもその髪短いおばはんと長いおっさんが浮かんでるんですよ、うん、そう、なんかおるやん、具体的な顔が、そしてどっちかわからん顔が、うん、っていうことはやっぱそうなんでしょうね、うん、みたいな角度を最近鍛えてる。この大喜利って多分こういうことやから。いや、そういうことだと思いますよ、俺のタイプとしてはね。知識量と発想というか、うん、そしてばっかり考えてますわ。やっぱり分かるですよね。せやな、分からんこと 言っておもろい人もおるけど、うん、俺はそのパワーがないから。
すごい難しいなと思う。確かに。でも、その、神奈川さんはそこだと思う。人が、そこをそう見るっていうところが神奈川武だと思うから、真骨頂。だからめっちゃ滑ってる可能性あるよな、大喜利大会。いや、どっちかだと思いますよ、マジで。だって周りはパワー系やん、絶対。まあ言ったら音楽うん。関係者やからさ、そんなひねったこと言わんと思うね。なんならちょっとファンが来たりするんでしょ？ファンとか、まあ、そのバラインブドハウの。スの人とかやから、はいそのはい。だから身内はおると思うね。だって覆面かぶっちゃってんだわ、まず。そうやね。不利やわ。素性わからんもんですね。そうやねんな。ちょっとはい。人で笑わしたいみたいなとこもあるけど、まあ今回。うん、確かに。むしろこの角度のみでしか戦えへんっていうところがちょっとめちゃどうめなちるかなみたいゃ、もう修行ですな。ね。気になります。はい。まあまあそんな感じです。楽しみにね。皆さんも時間あったらぜひ見に来はて応援してあげてください。い。またお願いします。というわけで何をやっておりましたか。小坂直樹と、花形たけしのプライムライム雑雑談談。2023最終わりのやつでした。来年もよろしくお願いいたします。良いお年を。